はい、よろししくお願いいたします、えー、先般またちょっとニュースで話題になってたんですけど、えー、旧統一教会がですね最高裁で、まあ、こう逆転の判決を出したというのが出ていました、えー、これはですねあのまあ教団にですね、まあ、献金をしたおばあさんがいたその金額が1億円以上だったというんですねで、まあ、この方がこう辞める時 まあこう統一教会が抜けるという時にですねあのー、まあ、こう辞める代わりにといったらなんですけど、えー、まあ、こう教団に返金を求めないとまあそういう念書を課されたというんですねこれはあのーまあ、こうかなり計画的にやってたんだなと思うんですけどあのそのまあ 署名をしているところの動画を撮っていたりとか統一教会の方はしてたということなんですがで、まあ、一審二審ではこれがですね、まあ、まあ負けることになってたんですけど、まあ、最高裁においてですねこれはですね、まあ、要するにこの金額の面もあると思うんですけど公助両得に反するということでですね、まあ、逆転になりましてこの年始は無効であるという判決が出ました。で このまあお母さんはですねまあ残念ながらもうお年だったんでまあ亡くなってしまいましてその後娘さんがですねそれをまあこの裁判をまあ継続したんですけどこのお母さんがですね署名をした後ですね半年ぐらいは認知症であるということがですねまあまあこう認定されたというのもあったようです。でまあこういうのはですねいまだにこうあるんだなというのをこう思ったんですけど。 であの私はあのたまにいるあのこう YouTube でで、ね「占い師ケン,ケン TV」っていうのがですねでこれは,これはあの、まあ、一応、まあ、占い師と言ってるんですが実は占い師ではなくてです、ね、この方はですね私も昔読んだの「超常現象」とか、ね、そういう研究をしている子アメリカの学者さんがいて、えーまあ、その方の本を読んだんですけどその話を前ちょっとしたことあるんですが、えー、この方もですねもともとマジシャン。 ですでだからその不思議なことっていうのは、まあ、このマジシャンの方に言わせると種があるんだとみんなで種があってそれをまあこうみんなに楽しんでもらうためのエンタメにしてるんだと、えー、それだったら別に問題はないと、えー、ただそれをです、ねまあ、こう人をだまして、えーまあ、お金儲けにこう使うというようなことはうやっぱりこうそのマジシャンの方から言わせてもですね許されるべきことではないと、まあ、いうことを言っておりました。で 私はですね、まあ、基本的にこういう、まあ、YouTube でも結構流れてますけど見るとですねあの、まあ、まあこうやましいからなんではないかなと思うんですけどみんなこう本名ではやってないですよねみんな基本的には。だからそこら辺がやっぱりこう問題なのかなと思ったりはするんですけどでこのまあこう歴史的こうブームというかそういうのを見てみるとですね昔テレビでですねオカルトっていうのが流行ったんですね。 でオカルトいうのが流行ってその後です、ね、あの一度下火になりますそれはどういうことかというとオウム真理教の事件が、えー、こう流れた後ですねこれがこう下火になるんですね下火になるんですがその後今度名前を変えてスペリチュアルというような名前で,です、ね、今度また復活してきたとだからいつも時代もそういうものがあるんだなというのを思うんですけどであの、まあ、このオカルトブームのスタートっていうのは、ね、ニークライワオさんっていう方が、まあ、もうこの方はもう亡くなってますけど。 でこの方はあの、まあ、肩書きとしてはまあこうコメントとか出して、まあ、テレビ出てましたけど日本心霊科学協会理事というような名前で出てたんですがこの方こう調べてみるとですねなんで,す、ねえーなんでまあ、要するにとりあえずこう視聴率をが稼げるものっていうことで、まあ、そういうところに入ってったんじゃないかなと思うんですがこの方がやっぱ義母愛子という人を、ね、連れてきてなんか まあ、こうそういうのをブームしたと、いうことです。で、その、ギ義アイコの後、ちょっと、まあ。後に出てきたのは、織田無道というのが出てきました。で、これは、あの、あっきり言って、あの。もともとですね、まあ、お坊さんで、それこそ我々の宗派にいた坊さんなんですね。で。昔、この織田無道が出てきた、出ていた頃ですね、まあこ、まあ、こう。まあ、こう、タレントの女の子と、ちょっと、し、知り合ってですね。その織田無道の番組の、まあ、司会をやるって言うんで。 だったらあの自分出るから話しさせろと対談せろと、まあ、こういうことを言ったことがあるんですが織田武道の方がですね、まあ、こうににげ逃げてしまったというか、まあ、そういうことがありました。であとですねあの、まああのまあ、時代はちょっとずれるかもしれませんけど細木和子っていうのはすごいこう人気になりましたで細木和子さんっていうのもやっぱこうなんか非常暴露の本が出てますけどこれ見てなるほどなと思ったのが細木和子さんっていうのは要するにはこうなんかこう その講演会で、えー、まあそういうのをやってですねそれで今度はですね個人面談というのをこうに話を持っていくんだそうですねで個人面談というのをやると今度10万円もということになるとでその10万円を取ってはすると、まあ、要するに何か悪いことが起きるという相談をするとですねこれはもう要するに先祖がたたってるとかですね、まあ、そういうことを言って。 言うんで,す、ね、でそこでお墓を買いなさいと、まあ、いうことを言ってですね、まあ、こうお墓の設計図を作ってそれをまあ墓石屋さんに持ってって、まあ、ここの墓石屋さんに持っていきなさいと言って墓石さんでそこのところ何百万という墓石になるわけですね。でその何百万の要するに半分のお金を保守家族がもら持っていくということで細守家族は直接販売しないわけです。石屋さんに売らして それから戻っっててくるという,ようなことをやっていてですね、あそういうやり方をしているのかと、まあ、こういうのを思ったんですけど、まあ、細木一さんはいろんな、まあ、こう他にもまあこう反社の人間と付き合いがあったりとかねいろいろなことがありますけど、まあ、そういうのがあります。であ,のあとですねちょっと最近気になったのはですねあの私あの宗派のお寺が、まあ、こう、まあ、なんですかねあの たくさんんああるる島があるんですねこれ長崎の生きの島というところなんですけど生きの島で今問題になっていることがあるとこれは「デイリー新潮というのを7月の6日に出た話なんですけど、えーまあ、知ってる人は知ってるんですが「子宮頚女子」というのがこう、まあ、今出てきていてですねもともとは「春」という名前でやってた方が、えー、八木さやっていうのが、まあまあ、本名なのかな。 なんですが、この方が、生きの島の、の新刊の人と結婚して。吉野沙耶という名前で、今やってると。で、なんですかね、こう。お金を、まあ、こう集めて、集めて、その土地を買い漁ってる。まあ、いうことなんです。で、まあ、知ってる人は知ってるみたいなんですけど、子宮系女子というのは、要するに、こう。エネルギーが子宮にあるんだと。と まあいううなことを言ってまあまあそれでまあこう子宮のエネルギーをこうなんかこうなんていうかな瞑想とかまあそういうことをやってあのー、なんていうかこう信者を集めるというようなことをやってると,ということなんですけどまあこれでもねあの子宮っていうことはですね我々は考えてみればあ,のあれが言う生家丹田と一緒じゃねえかなと。 女性の場合子宮になるわけですけどおへその下なんで、まあ、そこに意識を持ってくるっていうことは昔からあることをそのままこうなんて言うか言葉を書いたりとかしてやってるのかなとなんていうふうに思いました。でこの,その吉野さ耶さんっていうんですかねという方が今壱岐島で活躍してて、まあ、結構なんか村の、まあ、施設を買,い買ったりとかしてですね、まあ、こうかなりこう占領してるみたいな。 いうことが起きているようですでまたあのこの人のお弟子さんの、まあ、カリヤマイさんとかですねハッピーとかいう方がいらっしゃるんですがこの人らがやってることっていうのは融資を募集して100万200万300万という,ようなことをやってるというようなことですであとまああのかこれもですねあのそのけんけん tv っての出てたんですけどホー蓮華さんっていうんですかね いいう方がいらっっしゃって、まあ、こ,れこれスペリチュアルというかそういうことをやってるんですけどこの方はですねなんかフィーリングとか言ってです、ね、なんかこう相談を受けるみたいなことをやっていて、えー、これがあの要するに初級330万中級330万上級330万ということで990万のお金を取ってやってるというようなことが出てですね 基本的な見てですね、百万単位のお金を取るというのはこう、かなりこう問題があるんじゃないかな、というふうに思っています。それから、あとですね、私自身の経験から言うと、こういう,こう。例えば、幻覚を見るとか、オウム真理教,ム神教の場合は、要するにまあ覚醒剤とかを使ってですね。それで幻覚を見させて、それがこう教祖の力だ。みたいなことをやってたんですけど。 いくつかの幻覚を見るにはこうまあ普通の人でもあり得ると思うんですね我々のでもなんか修行中にあったのは睡眠不足であるとかですねこう疲労困憊になっている状態での木に描かれている模様が人の顔に見えたりとか、まあ、そういうことも経験してるんですが、まあ、ただ自分たちがやっていてですね気がついたことはこれは幻覚なんだということで気がついた。 気がつかない、これが現実と一緒になっちゃってると怖いことになるんじゃないかななんていうふうにこう思ったりもしました。それとあと、何て言うかな、いろいろあるんでしょうけど、まあ、精神病とかですね、そういうのでまあこう幻覚を見たりとか、そういうこともあるかなと思います。で、あとですね、あの最近出てた方で、なんて綾崎チャンネルってうんですかね、いうのがあるんですね。これはあの かなり、あのまあ、要するに夫婦で、まあ、こうなんかこうそういうチャンネルをやってるんですけど、まあ、この旦那さんが今41歳なのかなで奥さん25歳ぐらいなのかなそれぐらいの年なんですけどでガタイのいい子旦那さんがいて、えー、それでまあその奥さんがこう質問してそれに答えてるみたいなことをやってるんですがただちょっとちらちらと見てた,たんですけどじゃたらなんかこの部屋に人がいるとかですね神が見えるとかですねそういうことを言ってですねこれあの、まあ これ何とでも言えるようなあれ,なんあれだなと思ったんですけどただですねこれいうのを見てですね私もびっくりしたね。このチャンネルですね20万人以上登録されてるんですね、まあ、こういうものを信じる人がいるんだなというのとあとですねあとこれ危険だなと思ったのはこう非常にこう有名なこう YouTuber とこう、まあ、共演してるあ有名なとこではラファエルとかですねあの青汁王子とか、まあ、こういう人たちがするのはこうなんか。 なんかこう多分あれは視聴率とかが稼げるんで、まあ、そういうことをやってるのかなとは思うんですけどそういうのを見てですねこうちょっと有名な人だとそれを信じちゃうみたいな、えー、方も出てくるのかなと思って思ったんですねであの、まあ、その、まあ、チャンネルを、まあ、こういくつか見てる中でこの人非常にがたいがいい人です。あので、まあ、顔を見るとですねあのあは原ちょっと若くしたような顔なちの人で、えー、なんですけどまああの。 私が一応保護司とか教科書とかやっててまあこう感じるのは嘘つく人顔とかに何かやっぱこうなんていうかなこう目が泳いだりとかそういうのがこうその人にもこう垣間見れるっていうのがあって非常にそういう雰囲気を持った人だなっていうのをこうちょっと感じたりしましたでまああのこれ信じるんだなと思ったのはこの人で135キロなんですよ体重が。 で135キロあってで非常にこうなんか食べてるんですけどでこれでその本人が言うには,これは死亡者そういうのを見て信じるのかなというのがちょっとですね私はちょっと不思議な感じしたんですけどまあただこういうのはいつになってもですねこう消えない必ずこうなんていうかなこう一定数の人間はですねやっぱりこう,そう,いう不可思議な世界でね非常にこう関心が,があったりとかですねあとまあ これはあのやっぱり他のもそうなんですけど占いというのを信じる人間ってその延長線上にそういうものがあるっていうことをこうちょっと自覚していただいたらいいかなと思います。でなんかちょっとなんかこう迷うようなことがあったら他の方も言ってましたけどえなんか外へ行って散歩に出るとかですねちょっとこう体を動かして違うところにこう一度こう冷静にですね慣れるような環境にこう行くっていうことが大事だと。 マリのことを言ってたんで私自身もまあそうじゃないかななんていうふうに思いました、えーでまあ、そんなことでい、ね、まあ、だにこういう,こう,だろう霊媒師とかで不可思議な世界っていうのがいっぱいあるっていうことに気が付いてです、ね、これはちょっとなんかやっぱりこう注意喚起じゃないかしとかないといけないかなと思いまして、ね、ちょっと今日はそんな話をさせていただきましたどうもありがとうございました。